ここでちょっと深い情報をお届け、ポンジエン。撮影の裏側にあった本物へのこだわりを出演者2人に伺いました。注目はマナちゃんが怪獣に襲われ日本の街を逃げる場面、そのセットは実際 の, トロント の, 街の中にこういうそのセットを作って、その日本の街を再現してるっていう感じ。看板がこう壊れてたりとか、車がこうひっくり返ってたりしてびっくりしました。さらにマナちゃんの涙の名演技、現場では実際には見えない怪獣を想像しながら演じていたそうです。監督は私の気持ちがの準備ができるまで待っていただいて、私の気持ちの準備ができたら手を挙げて撮影をしてました。すごいですよね。一緒になってしまいました。せーの。